みんなこんにちは、ハリーです。ボッティラッシュ達成会、今回なんですけども、テッドピッコクちゃん生配信ダイヤ配布まとめていくよ。みんな早速やっていこう。今回もですね、ボッティラッシュ大好き人間が皆さんしばらくもうすぐ気になるトピックを紹介しますよ。早速やっていきましょう。という今回やっていきますよ、生配信ダイヤ配布まとめ。さあみんな、生配信に超期待だね。23日になりますとイベントが一気に更新されます。8月23日はシャンクスも更新になりますし、今来てる歌ちゃんとかも全部更新です。おそらく16日、来週おでんが更新になるんですが、おでんの更新日で来るキャラクターたちも23日に更新になると思います。こうなってくると期待できるのが生配信超無線キャラクター登場。どんなキャラクター登場するんでしょうか。もう昨日動画見てもらったから、もうみんないっぱいコメントくれてありがとうね。もうね、なんかね、いろいろ見てたんだけど、キザルはねえだろとか、いや意外とシャンクスとニカのタッグ性能とかあるんじゃないとかね、いやそれだとシャンクスの意味ねえだろとか、いろんな意見が交錯してて面白かったよまあいろんな意見があっていいからね。もし超無線キャラクターが登場するなら、どんなキャラクターが登場してほしいですか。これからもね、ガンガン動画投稿していくので、一緒にワクワクしていこうねということで、今回はもし23日が超無線キャラクター登場となるなら、十中八九生配信ダイヤ配布があります。そのダイヤ配布が何個なのか、過去の超ベスゲンキャラクター登場時の生配信ダイヤ配布ランキングを全てまとめまして、今回のダイヤ配布がどんくらいあるかっていうのを目安をみんなに把握してもらおうという、そういう動画でございます。いやどうですか、全部まとめてきましたよみんな。今回はすごい参考になると思いますよ、我ながらにいや今ね、ダイヤ配布シャンクスに使っちゃってないよとか、ウタちゃん推しだから使っちゃったよっていう人結構多いと思います。そんな方にも朗報です。めちゃくちゃ配布されると思いますよ。今回はやばいぜ、みんな楽しんでいこう。さあ、すげーとこ。もうさ、ダイヤ配布の情報をまとめるっていうだけでワクワクするの僕だけなんか個人的にすっごい嬉しいんだけど、ダイヤ配布まとめるだけでも。まあね、確定でもありません。23日調査が来るとかも決まったわけではありません。そもそも生配信があるかもわかりません。ただですね、もうここまでイベントは盛り上がってきてて、ルビーとかもね、ニカルビーがワンピースの家で登場したりとか、シャンクスが登場したりとか、レッドキでイベントを祝ったりとかということで、超無線キャラクター登場すること濃厚なんじゃないですか。僕だけかな、こうやって感じてんの。まあそれだったらごめんねバウティラス大好きすぎだわ、それは。ただ、生配信超無線キャラクター登場するのは確実に生配信は行われますので、今回もね、ダイヤ配布に期待しておきたいところなので、早速、どんぐらい止まるのかワクワクしていきましょう。現在、超無線キャラクターは16体出てます。そのうち10体、直近のキャラクターをまとめてきました。第6位までは一気に紹介しちゃいたいと思います。第10位、赤マム。よいしょ、お兄さんがですね、190個ダイヤ配布されております。お兄さんの詳細でいきますと、生配信でのサバイバルで10個、タナピーダイヤ150個、 PV ウェイツイフキャンペーン20個、ロギンボーナスで10個ということで、合計190個配布されております。タナピーダイヤ150個はなかったらすんごいしょぼいダイヤ配布になってたよね。少なかったにもかかわらず、環境トップで走り抜きましたビッグマムさんが190個のダイヤ配布があったっていうのは、結構の割合としては多い方だと思います。となってくると、来年のニューイヤー、また超無線キャラクター登場するのか、これも期待しておきたいところだよね。5周年のキャラクター集まってるってことなので、5周年に合わせてくるのか、その前のニューイヤーが環境を取るのか分かりませんが、みんなね、ダイヤ使ってくることは濃厚ですから、みんな見極めていこうね。ガンガンいきますよ。第9位、赤ヤマト。赤トマトって言いそうになった。赤ヤマトちゃんです。赤ヤマトは210個配布されております。ウェイティキャンペーン10個、生マッチで30個、ログインボーナス100個、トップセールスランキング50個、 PB ウェイティキャンペーンが20個と合計210個になっております。やっとどうですか、トップセールスランキングの50個はなければ160個ですから、ビッグマムよりも少なかったんだけどね。バウティ史上初、赤ヤマトが登場してトップセールスランキングを取りました。いやー、記念すべきキャラクターだったんじゃない。みんな結構思い出残ってるよね。29,800円だっけ、確定個数が破格すぎてびっくりしたっていうのを覚えてるんだけど、そこで使わせてからの次の環境で夢ルフィカイドウの登場ですから、もうダイヤを絞りに来たって感じがするよね。ここら辺から赤ヤマト登場が210個になっております。第9位です。第8位が緑カイド。
珍獣街道ですね。みんな覚えてますか？珍獣街道ダイヤ配布数は227個です。なんとも微妙な数なんじゃないかな。個人的に230個250個でいいなと思ったのに227個、微妙。もっと配布してほしい。まあ詳細していきますと、お年玉100個、 PV ウィズキャンペーン20個、アニバーサリーキャンペーン配布で当日50個、セールスランキング30個、ショップ無料で13個、チャレンジバトルの15個ということで、元年配布227個となっておりました。まあ、一番多かったのはお年玉キャンペーンだよね。来年ニューイヤーのキャラクター登場してお年玉キャンペーンとかあるんでしょうか。緑カイドはね、これまでバウンティー史上初となりました。プロデューサーレターというまた新しい生配信が行われたんだよ。いや驚いたよね。珍獣カイド嬉しかったね。今年も来年も何か来るか期待しておきましょう。第8位、珍獣カイドランクイン。第7位、ロージャー船長。いや、ロージャー船長の時何個やったと思う、みんな。当時、モーデンのと言われたキャラクターでございます。そんなロージャー船長、配布数は、驚異の270個。当時からしたらすげー配布してるよ。だって今のさ、珍獣街道マムの時でさ、200個台なのに、環境のインフレ具合でね、当時のロージャー船長だよ。あの当時のキャラクターたち見てみてよ、モブばっかじゃん、今から考えたら。それで270個配布だぜ。やばすぎるよね、ちょっとね。ログインボーナスで100個、生配信配布で150個、ウィズキャンペーンの20個の合計270個となっておりました。ログインボーナスとね、100個配布されるのは結構でかかったよね。そして生配信ダイヤ配布150個で、こんなに配られたのなんでって思うんですけど、その前におでんが登場してたんだよね。おでんの時で、まあ、ある程度登場してたっていうのもあったし、当時のロジャー船長で2体超ベストなんてね、初めてだったんで、これだけダイヤ配布されたんじゃないでしょうか。まあ、2体目が多い傾向にあるってことはだんだん分かってきたね。いや、今年もちょっと期待だよ。第7位、ロジャー船長ランクイン。第6位いきましょう。青山と、よいしょ、みんな大配布盛り上がってるかい。いやもう超最高だね、こんな大配布されてね。青ヤマトさんはここから階段上がっていきました。皆さん、なんと310個配布。配布多すぎ。え、こんなに使いたってって思った人多いと思うんですけど、まあ生配信だけじゃなくて青ヤマトキャンペーンの期間内配布を計算しますので、全部ねそこら辺数えてますよ僕は。生配信サバイバルで10個、期間内ログインボーナス100個、タナピーダイヤ150個、 PV ウィッチキャンペーン20個、セールスランキング50個の310個となっております。やっぱその間にもチャレンジバトルとか来てるんで15個プラスとかされたりするからね。これ良かったよね。いや、タナピーダイヤ150個が大きいんですけど、一番大きいのはログインボーナスで100個配布されるんだよ。現在ね、キッズ&ローの時もログインボーナスとめっちゃ配布されてるんだけど、みんな分かってるかな。昨日なんて僕15個もらっちゃったよ。むちゃくちゃでかいぜこれ。誕生日ダイヤ配布3人分だよ。すごいよね、ここまでダイヤ配布されるので、ね、太っ腹すぎるよ。だって100個とかって課金しようとすると3、4000円するんだよ。それ配っちゃってんだよ。やばすぎるって、バウティラッシュありがとう。今回もセールスランキング取るのかな。8月に取れたらでかいよ。50個配布になるんだよ。みんな楽しみにしておこうね。さて、ここまでが第6位までのキャラクターたちになっております。ざっと見た感じ約200個から300個台って感じがするよね。そうなんです、こっからまた上がるんです。やばいよ、こっからの台配布数が。生配信ってめちゃくちゃ配布されるからね。みんなワクワクしていこうぜ。さあやっていきましょう。後半戦参りました。第5位のキャラクター登場です。第5位は同率2人ランクインしております。それがキッド&ロー青カイドー。この2人が同率で第5位にランクイン。420個配布。いや全部数えて420だよ。やばすぎるよね配布数。え、こんな配布されてんのって思うかもしれないですけど、もう実際チャレンジバトルとかもっと来てるんで、もっと配布されてます。そして交換所とかもあるんでね、もうもっともっと配布されてると思うんですけど、そういうのは一旦抜きにしたとしても420個ですから、もうとんでもない配布数だよ。みんなゆっくり一緒に見ていこうぜ。キッド&ローが420個で同率ランクインとなっております。タナピータイヤ200個、 PV ウィティキャンペーンで20個、トレンド入りキャンペーンで20個、ミラティブ30個、ログインボーナス期間内配布100個、セールスランキング50個の420個となっております。一番でかいのタナピーダイヤ。タナピー本当にありがとう。これワンピースの日に登場したキャラクターになってるんですけど、ワンピースの日の挑戦キャラクターは新しいの出るの初めてなんです。これまでだったらロジャー船長とかね、ルピ太郎が登場したいということで、新挑戦キャラクターは登場しなかったんだよね。ただここで新挑戦キャラクター登場しましたし、ワンピースの大型記念イベントの中でのゲーム部門担当しましたから、もうここはもうバウンティーラッシュ一色だったんじゃないですか。みんなで祝って当然だよね。こんだけね200個配布になりまして、タナピーがもう猛烈に
盛り上がってこうぜっていう、そういうぶち上げテンション感じるね。ありがとう、タナピー。420個同率でランクインしました。キックアンドローだけではありません。青街道もそうです。青街道の配布数もまたまたやばかったよ。もう青街道の方は詳細がすごい分けられてます。生配信マッチで50個、期間内ログインボーナス90個、ミラー TV キャンペーン30個、ハッシュタグキャンペーン40個、タナピーダイヤ100個、 PV リティキャンペーン20個、トレンドインキャンペーン30個、緊急メンテナンス10個、ハッシュタグオンレイで50個の合計420個となっております。タナピーダイヤが100個だった分ね、100個分が分散したって考えてもらった方が早いんですけど、何よりこの人3周年の挑戦キャラクターが登場してるんですよ。その前に何が言いたいかというと、この人の次に夢ルフィが来てんだよ。めちゃくちゃすごいダイヤ数で確定なしのキャラクターになりました。夢ルフィの前に登場してた青街道はなんと確定ダイヤ個数2250個という、杯と一緒の確定個数だったんだよね。だけどこの420個にランクインしてるっていうのは、もう紛れもなく次のキャラクターがダイヤ配布数やばいですよって言ったようなもんですから、420個期間内で配布されんだよ。やばすぎだよねこれね。こういう風にピットアンドローも420個に登場してるっていうのもあって、次のキャラクターが期待されてる今、青街道とルフィのような同じような傾向にあるんじゃないですか。8月に新挑戦キャラクター登場するとしたら、めちゃくちゃ確定個数が高いような気がします。個人的にもう過去の傾向をまとめていくとね、もうそういう感じしか考えられないのよ。いやどうなっちゃうんだろうね。8月新挑戦楽しみで仕方ありません。第5位で同率でランクインしたのは青街道とキッタンドロー420個でした。続いていきましょう。第4位が一気に跳ね上がります。レッドシャックス。ダイヤ個数何個だと思う、みんな。シンキングタイムスタート。珍しく長いシンキングタイムですね。はい、ストップ。みんな何個だと思いましたか。よかったらコメントとかにも書いてください。いきますよ。ダイヤ個数505個。やばい、こんだけ配布されたらやばすぎる。だって桁が変わっちゃうんだぜ、下手したら。そんなレッドシャンクスの配布の詳細一緒に見ていきましょう。いっぱいあります。青街道同様いっぱいいっぱい配ってた。リツイートいいねキャンペーン30個、生配信中サバイバーで100個、ログインボーナス100個、チャレンジバトルで15個、交換所とかで10個、ミラティブ30個、タナピーダイヤ150個、 PV リツイートキャンペーン20個、興行収入100億円突破100個、 Google インストールキャンペーン第1位30個配布の505個。すごすぎる。もう何が一番いいかっていうと、追加配布っていうのがレッドシャンクスの場合は多く行われてました。特にね、当時はレッド公開記念イベントっていうのが同時に行われてましたから、興行収入っていうのが注目されたんだよね。50億円突破したイエーイ、100億円突破したイエーイみたいな感じで、100億円突破の時にねダイヤ配布100個配れてました。さらに Google インストールキャンペーンで第1位に取りまして30個配布になったりとか、もうその他生配信のみならずね、いろんなところで配布されてました。まあ、その分ねシャンクスもね、確定個数3000個ということで、過去にはない大台に乗ったキャラクターになっておりました。無課金の人めちゃくちゃありがたかったね、この配布ね。今年もちょっと期待できるよ、8月だしね。レッド記念イベントも起こってます。バウンティラッシュ大注目なんじゃないですか皆さん。いや止まんないね、ワクワクがね。あと3人みんな誰だと思う。驚愕すぎて顎外れちゃうんだ。準備はいいか。準備はいいですか。いきますよ。第3位ゆめルフィ。なんと驚異の520個配布になっております。全部数えた520個だよ。すごい配布数だよねこれね。いきましょう。特別ウィズインキャンペーン50個、生配信クリア配布50個、生配信スペシャルマッチで50個、感謝感激プレゼント当日50個、タナピーダイヤ100個、毎週日曜日に50個が4週間行われまして200個配布、ウィズインキャンペーン PV で20個配布の合計520個。こと言っていいか、上さんマジでありがとう。520個神、神としか言いようがない。何円なのよそもそも。だって165個で1万円だぜ。3万円分課金しても足んないんだよ。やばいよねこれね。すごい配布数だと思います。特にね一番注目してほしいのは、毎週日曜日に50個ずつ4週間の200個はやばい。
こんな企画思いつかすごすぎるよね。オープン940個ということで、しかもたった1ヶ月でだよ。やばくない？まあそれもそのはずで、夢レビのね確定個数っていうのがありませんでして、超ベースゲットするためには4250個ダイヤを使わなければなりませんでした。夢レビがどれだけ貴重かっていうのがわかるよね。青街道か夢レビの流れでさ、今キッタンだろうが青街道と同じ数ですから、ちょっとこの流れ似すぎてないか。いや8月やばいんじゃない、ハイフス。しかもそれと同時に8月の確定個数やばいんじゃないか。無課金ちょっと終わり説濃厚だぞこれ。8月超です。期待しておきましょう。第3位夢レビ520個でランクイン。さあ行きましょう。第2位がエンマゾロ。いや夢レビ越しちゃダメでしょと思うでしょ。530個でほぼ同じ。すごいハイグス。エンマゾロの詳細もねめちゃくちゃあるから、もう紹介していきましょう。ログインボーナス120個多すぎ。ハッシュタグキャンペーン大ハイグス30個、ミラティキャンペーン30個、タナピーダイヤ200個、セールスランキング50個、トレンド入り1位30個、 PV ウィズインキャンペーン20個、デイリー追加分で50個の合計530個。ハイグ、一番の特徴は何かというと、エンマゾロの確定個数は3200個なんですよ。3200個って去年のレッドシャンクスが3000個でほとんど同じでしょ。だけどね、レッドシャンクスの時に配布された数は505個とエンマゾロよりもちょっと下回ってるんですよね。8月の超無線キャラクターが登場するならダイヤ配布数は400個から500個、このくらいを期間内配布として目安見ておいてほしいです。ただこれは館内配布ですから、ギリギリ天狗周年が更新になる時までの配布数になります。なので最後まで持ち合わせていれば400個から500個配布あたりになってくるんじゃないかという傾向のまとめになってくるので、よかったら参考にしてみてください。エンマゾロが第2位で530個ランクイン。さあ行きましょう。ラスト誰だと思いますか。もう分かりますよね、あのワンちゃんです。そう、赤いねー。杯が第1位580個。やばすぎるだろ、580個にランクインしております。まあそれもそのはずです、これまでの上位戦キャラクターの中でもかなり飛躍したのがこの杯だったんですね。杯はおでんロジャーの時に1500個1750個だったはずが、なんと500個一気に確定個数が上がりまして2250個で登場したのがこの赤犬だったんです。そう、時代を変革へと陥れたのはこの杯さんだったんですね。その後500個以上も上がったのは夢レビーの時とゼファーシャンクスの時の1100個、この時しかないんです。なんでこの人多かったのかっていうのを全部調べてみたんだけど、めちゃくちゃ期間内配布が多かった。例えばリツイートキャンペーン20個、スタイル診断のリツイートで10個と、ここら辺はあんま変わんないような感じがするんだけど、こっからなんだよね。ログインボーナス100個、前々から来ていた感謝イベントのログインボーナス自体が120個配布されてて赤犬に繋がってます。しかも赤犬の期間内で起こった6日後からコミック100巻記念イベントのログインボーナスで100個配布されたりと、生配信ダイヤ配布100個の合計だけじゃなくて当日から始まるログインボーナスも100個配布されてたので、たださっきも言った通り6日後から始まる100巻イベント100個が始まんなければ480個だったので、さっきお伝えした通りですね、400個から500個以内の天狗周年の配布の傾向とほぼマッチしております。やばかったね。今年の天狗周年にも期待しておきましょう。みんな見ていただきました、どうでしたでしょうか。天狗周年の生配信配布があるとすれば、傾向として言えるのは400個から500個程度の配布になってくるんじゃないかという傾向があります。確定個数が跳ね上がるのがこの天狗周年の傾向です。確定個数が上がったキャラクターで登場して覇権を握っているキャラクターになってます。みんな天狗周年の超別がもし8月23日に登場するなら、生配信配布にも期待するとともにね、この覇権を握るキャラクターの性能、ここにも注目しておきたいよみんな。いやワクワクが止まらなくなってきました。過去の傾向これからもガンガンまとめていきますから、一緒にワクワクして楽しんでいきましょう。見ていただけました、次の動画でお会いしましょう。ではまた。